ヤッホー、ラブリーです。こんばんは。最近、そうですね、ラブニーモーニングの方なんですけど、ちょっと開催は今日はできません。しません。できない時もあるでしょう。そういう日もあるでしょう。それはそれでいいと思ってます。やると決めたんですけど、やっぱいろいろあるんですよ、人生。それもそれで楽しんでます。本当に自分の心を整える、全部自分が悪いんだよって思った時、何かが変わるんです。これいつも発信してるんだけどな、本当にできてるのかな。きっとできてないんでしょうね。自分はまだ成長にいる過程である。全ては完璧ではない。言い訳ばかりしててもしょうがないんですけど、やはり心が整わない時もある。そんな時もあっていいでしょう。いいんです、それで。いいんです、そんな時もあるでしょうで、いいんです。ずっと完璧だと、完璧すぎて何も喜びもなくなっちゃうんです。ダメな時があって乗り越えるから喜びがめっちゃ生まれます。いいんです、それで。ずっと完璧なのを目指してるのもいいんですよ。完璧を目指してるのもいいんですよ。だけどラブリーをこう思ってるから、ダメな時があってもいい、もちろん全然いい。だからやろう、湧き上がってくるんです、不思議と。ダメだったらダメで、落ち込んだ時にやろうって、できるぞって、やっぱそう思ってるんですよね。その復活、自分の心がこうまた復活、整って元気になってくる、その時がやっぱ楽しい喜びですよね。ダメな時があって全然いいと私は思ってます。厳しい言い方するとそれは甘えてるんじゃないのかなとか、まだまだそれは努力が足りないんじゃないのかなって言われちゃうかもしれない。そうなんです、まだまだ足りないんでしょう。まだまだそれは足りないんです、私に。だからいいんです。いいっすか、伸びしろしかないんですよ。これからもっともっと成長できるんですよ。完璧な人はいません。いいんです、これで。僕はそうやって自分が下がりそうなになった時とかは、それはそれでいいと思ってます。だから成長できるから。ずっとすごい人って、ずっとすごい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 、ずっと自分はすごいすごい、ずっとすごいって思うんですよ。だけど引っかかるんですよ、そこで。自分はすごい、すごくいいですよね。けどそれがどうしても好きな言葉じゃないですけど、当たり前になっちゃうと喜びが薄れる、喜びが薄れちゃうんですよ、どうしても。だからもがいて苦しんでる時、例えばいろいろな時あります。仕事でもいいし、夫婦関係でもいいし、趣味だったら、僕今囲碁ちょっとまた始めてるんですけど、囲碁負けたり勝ったりとか、負けた悔しい、だけどここ反省して次はこう生かそうみたいな、それがうまくハマった時また喜びになったりもするんです。そういうのを感じていきたい。ずっと成功してたらそれを麻痺して喜べなくなっちゃうから、いいんですよ、いいんです。転んでもいいんです。転んで立ち上がった時に、俺立ち上がれたよーみたいな、よいしょーみたいな、僕はそういう人生を選んでます。聞いてくれてありがとうございます。転んでいいんですよ。転んで立ち上がった時超気持ちいいから、そういう人生選んでいきましょう。いいっす、いいっす。せーの、いいね。転べ転べですよ、転べ転べ、転んで立ち上がったと気持ちいいから。ありがとうございます。